ですけど、偉くはないというか、こう、私を好きになった時に、あ、チームも好きだなって思ってもらえるようなリーダーになれたらすごく素敵ですよね。かほちゃんをこう応援してて、かほちゃんがいるチームならきっと素敵なんだろうなって、こうそこにつながるとしたら、それがすごく理想だなと思うので。カホを好きになればチーム公演に来ると思うし、チーム公演に来たならカホを好きになってもらわないと困るし。私がこんなこと言ってたらきっとみんな そうなるかな、わかんない、なんだあいつってなるかもしれないけど きっとそうなると、あ わかりませんが、そう、でも歴代のチームのリーダーってすごいんですよ。すごい名だたる方々じゃないですか。4代目ですか、私。やばいですよね。やばいなって思ってます、私は。そこに立ったっていう、ことが、とんでもないことだなって思うので、私も名を馳せていきたい。もっとこう入り口になれるように、悩むだろうけど楽しく悩んで、メンバーにも寄り添える、ファンの方にも寄り添える、自分の心にも寄り添える 人であれるように。頑張ります。もうゆずさん、ゆずさん言ってられない。昨日ね、こう、あかりさんの卒業公演に、大前さんが見に来てくださってて、こう、
見に来てくださってた関係者の皆さんをお見送りした時に、大前さんがこう指輪を見せびらかしながら歩いてったんですよ。だからまあメンバーがこう、あの長屋大感謝祭でいつもお世話になってる大前さんなんですけど、そう、ご結婚されて指輪を見せびらかしながらこう歩いてって、メンバーがうわーみたいな見せびらかせられたみたいな反応してた時に、私がゆずさんとか言ってたらそのメンバーに多いみたいな言われて、いけないいけない、チームイチームイと結婚しました昨日ゆずさんゆずさん言ってられない、チーム違うし言うけど変わらず根本的な部分は変えないつもりなので、私はいいけど、ちゃんとチームイーって言わせてよ、ちゃんと薬指を見ながらでもこう、比重をね、間違えるタイプなんですよこうだからやっぱりこう、そのゆずさんに偏りすぎないように重たいのでチーム E が大好きって思ってるけど、重くなったらそれはそれで多分きっとめんどくさって思われそうなので、チーム E に柚子さんはこう慣れてるかもしれないけど、チーム E って別に私のめんどくささとかに慣れてるわけじゃないじゃないですか。ファンの方も私のめんどくささに慣れてるかもしれないけど、チーム E の先輩方とか、まあ、後輩アミちゃんは私の扱い方をすごく分かってくださってるんですけど、それを私がこう自由にのびのびとやってきたからっていうのもあるんですけど、こうなんだろう、お世話されそうですよね私って。あれって、あれあれあれリーダーだっけみたいなこうお世話してもらっちゃうみたいな、あ気づいたらお世話されてるっていう感じのポジショニングになりそうだなって勝手に思ってるんですけどそういう感じの楽しい感じで、そうですよね、だって先輩本当に多いですから、そこのままでお父さん、マキコさん本当に優しいんですよ、本当にマキコさんがいてくださって助かってます。でもね、頼りすぎちゃうんですよね。マキコさんはもう違うことは違うって言ってくださる先輩なので言えないじゃないですか、なかなか。私とかもそうなんですけど、
そうだから頼りすぎちゃうんですよね。頼りすぎないように。頼るけど頼りすぎないように。食べながらのきつい表明、今日のツイートですか。なんかこう迷ったんですよ。チーム E のこう公演の衣装を着て撮ってる写真を載せるべきか、いろいろ悩んだんですけど、こうチーム E の衣装を着てる写真を載せて本日からってツイートするのはこう無難かなって思って、無難じゃないことをするのが好きなタイプなので。どうかと思うんですけど、しすぎるのも。そうだからこう。なんだこれみたいな。そう、無難なこともすごい大事だし、王道なことも。そうだからあの動画にしました。あ、変わんないなみたいな、変に硬くなりすぎない、自由、のびのび、ギリギリを攻めれる。っていうのをやっぱ最初から自分で抑え込んだら良くないなって思ったので、こうちょっと違うかなとも思ったんですけど、うん、やってみないと分かんないし。言われないと伝わらなかったは、でもそういうことじゃないですか。いつものカホちゃんだから。変わらない。ギリギリやつ喜んでましたか。よかった、よかったです本当に。こう結局まとまんなくて、何を言ったらいいんだろうって、こうあかりさんのどこで発表されるんだろうっていうのも知らなくて、こうでもあかりさんがスピーチをしてくださる中できっと私の発言って変わるんだろうなって思ってたので、こういろいろ考えたりはしたんですけど、結局なんか違うこと言ってたし。ギリギリを攻めてみたいな、そんなこと言うつもりじゃなかったのに。言ってたし、そういうことだろうなっていう自分の中の気持ちが
でも考えてその時その時で変わりますからね。今日はこう思ってても明日さらに違う考えが浮かんだら、そっちの方が素敵かなって思ったらそっちの考えに変わることだってあると思うし、ずっと多分同じ考えな部分もあると思うんですけど、変わる部分も多いと思うので。そうでも問題な部分がギリギリを攻めすぎて分かんなくなる日が来るんですよ絶対。そういう時にこう自分が正しい判断を下せるのかという、なんでってなるかもしれないじゃないですか、散々自由にやっといてみたいな私に対してそういうところはすごく思いますね。こう自由であることってすごい大事なんですけど、その自由のニュアンスというか考え方というか、そういうのってやっぱり人それぞれが違うじゃないですか。自由じゃなくてわがままとかそういうのになっちゃったら違うかなって思うし、そういうのをこう私だけじゃなくてこうメンバーチーム員みんなが自由にいろいろ考えて挑戦できる場所になったらいいなって思ってるので、しっかりしてないとなとは思いますよね。でも言ってくれたゆずさんはカホに、カホちゃんこう見えてしっかりしてるからってしっかりしてるってしてるよ。そうドンちゃん、ドンちゃんね、ドンさんがピーしてくれるんで、そう言ってたんです。こう発表されて私がなんかすごい変に真面目なことばっかり言ってたら、あと出現しそうだったらピーしてくださいって話をしてて、ドンさんに。もしダメだったら多分ピー来てましたね。そうツイッターのピーしてくださいって言ってたんです。大好き大好きくまさん、ありがとうございます。めっちゃ大好きってことですね。バババババ、いや間違えることはありますよ、人間ですもの。絶対この先あると思う、私がこう間違えることというか、ちょっと違ったかもみたいなことは絶対あると思うので、そういう時にやっぱこう気づけたらいいんですけど、自分でダメだったなって気づけなかった時、気づくと思うんですけど、
気づいた時にどうやって自分が行動できるかとか、気づかなかった時にどうするのかとか、そういうところも大事ですけど、うん、わからない、でも何もわからない、まだわからないことは予測できないですからね、なっていくと思うので。そしたらもう何も心配なことはない。心配なのは本当にもう私の体調とメンバーの体調とファンの方の体調と、そういった部分ですかね。元気だったら本当にもう何でも何でも大丈夫だと。頑張ります、人とたくさん話せるように。うん、頑張ろう。一人の時間が割と好きなタイプなんですよ。減らすね、一人の時間。できるかな。アイドル楽しいですよ。だって SKE に入ってなかったらこんな風に配信しながら考えて言葉を選んで考えて話したりしてないし、きっとここで多分配信はしてないし、リーダーっていう場所に立つこともなかったと思うし、楽しんでなかったら多分いないので、ここには。わかんない、こう理由があって旅立つ時もあるし、それぞれなんですけど、楽しんでるからこそこう配信してるんですよ今も。そう、楽しい、楽しいですよ今、何も悩んでないし。あるけど、多少のね悩みはあるけど、全然楽しい。ファンの方が好きでいてくれるから楽しい。ファンの人が好きじゃないって言ったら楽しめないから、責任持ってね。そうですね、こうツーショット会トーク会と全部完売を ね、つなげてくださって本当にありがとうございます。嬉しい。うん、こうしつこいかもしれないけどめちゃめちゃ嬉しい。
今回私に来なかった方も反省してくださいね。本当に本当に嬉しいです。反省だ。かわいい。反省してるのかわいい。そう、もうずっと毎回毎シングル選んでほしいですね。ガホガホをポチッとしてほしい。本当に嬉しいです。ありがとうございます。支えられてます。50分になったらランキング見ますね。ね、グループトークなかったですよね。なんでないんだろう。私今回全然やってなくない？体調面を心配されているのでしょうか。最近調子いいけど、調子いいって思ってるとね、油断するのは禁物ですからね。うん、やりたいけど決定権がないので。ね、ゆずさんとまきこさん、いいな、私も入りたい。真ん中でやりたい。奪い合いされたい。絶対あれだけど、絶対なびいてくれない二人なんですけど、わかんない、マキコさん、んでもなんだかんだこうマキコさんもゆずさんも私のこと好きだと思うけど、こう二人行きたい、むしろ並びたいってぐらいなんですけど、いいですよね。あのレーン何、本当に前回大花さんとゆずさんだったし、なんで私いないのみたいな。違うんですよ、やっぱりそうやって比重偏るのはいけないんですよ。チーム大好き。また足しびれた。足しびれたよ。足がしびれた。痛い。なんかお姉さん座りみたいな座り方してたら右足だけしびれちゃった。あ、時間が過ぎてる。メールがね、11時までしか送れないから、こう配信終わった後にメール送りたくて、ちょっともう配信は終わってしまうんですが、明日も明後日も会う方、会わない方もよろしくお願いします。頑張ります。一応今日からリーダーということで責任感を持って、今までも持ってたんでね、
大丈夫だと思うんですけど、よりすてきなアイドルライフをお送りできるように頑張ります。というわけでランキングを見ます。1位、バババババ、ありがとうございます。2位、フフフフフ、ありがとうございます。3位、ノノ、ありがとうございます。4位、あー、ありがとうございます。5位、ママ、ありがとうございます。6位、あー、ありがとうございます。7位、ジェジェ、ありがとうございます。8位、ルルルル、ありがとうございます。9位、ムムム、ありがとうございます。10位、ヒヒヒ、ありがとうございます。11位、ジュ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 、ありがとうございます。12位、フフ、ありがとうございます。13位、が見えないよ。13位、ボボボ、ありがとうございます。誕生日会の皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。変わらず引き続き、お、ランキングが飛んだ。変わらないかな。ありがとうございました。またね、明日ね、バイバイ。